日本兵庫県芦屋市岩園町芦屋市竹岩園小学校岩園町は兵庫県芦屋市の町名郵便番号は659-0013芦屋市の東端部に位置する阪急神戸線以北に全町域が属する町域の北は六六総町西宮宿楽園六番町と南は新能塚町緑家球町と東は 阪急線に近い側から、西宮市高塚町、深谷町、及松町と、同じく南東の一点で、西宮市大谷町と、西は同じく、東山町、旭肥川岡町と、同じく南西の一点で、大原町と、それぞれ隣接している。町域の南部に、足足足立庭園小学校、岩園幼稚園が設置されている。西側の町境には宮川が貫流している。 六六総長との境には岩が平と呼ばれる地域がある。住宅地の地価は2015年1月1日にの工事地価によれば岩園町20の3の地点で28万5000円平方メートルとなっている。人口は3345人で足屋市では町別人口6位。外して過去5年人口は微増している。人口は 女性の方が多い。国土交通省地下工事、都道府県地下町産芦屋市校長広報課。広報芦屋昭和45年5月5日、号2ページ目中央、住居表示を実施者屋の町など校長と、岩園町の一部。芦屋市長。2019年9月20日閲覧。芦屋市校長広報課。広報芦屋昭和46年2月5日、号1ページ目。 宮川線道路の整備進む2月8日から西宮市と結ぶ岩縁随道。芦屋市長。2019年9月20日閲覧。芦屋市校長広報課。広報芦屋昭和47年5月5日。号2ページ目右上、六六層など3丁で住居表示を実施6月1日から町区域も一部変更。芦屋市長。2019年9月20日閲覧。 ありがとうございます。